接近に成功。敵船団の真下だ。あれが新型機か。なんだ。どっちが前かもわからないぞ。装置がアンカーの弱点だ。アンカー上部はシールドで守られています。シールドはコップを逆さにしたような形状です。真下から上部を狙ってください。これでも落とせるよ。その壁に駆け抜けてやる。
回ってる。長老と違うぞ。かからない、全て粉砕しろ。偵察チームだけでここまで戦ったのか。大した奴らだ。俺たちの部隊に来い。歓迎するぞ。サイレンを攻撃しろ。
音か。これだけの敵戦がいる。だが投下するアンカーは一機ずつか。おかしい、敵が慎重すぎる。
警告が入っています。詳細を確認中です。Yeah.
間を投下して離脱する気だ。何度か確認されています。いずれも攻撃を受けてから数日のことです。つまり休眠して傷を癒しているということか。そうです。攻撃を受けたサイレンは数日以内眠りにつきます。眠りの深さは様々で、数時間で目覚めることもありますが、確認された最長は46時間です。攻撃は効いてる。それなら戦いようはある。休眠のタイミングを狙い攻撃作戦を行います。